ネネの空中要塞ガレオンがこのコリンへ向かっているという情報が。何だと？フォーカーポイントまで3分。ゾラ、ジダンダ踏みなさい。ブルーエクスプロージョン。敵を投下しなさい。固定解除突破。どうなんだよ。ネネが敵を捨てたんだ。その通り。この岩の塊は爆弾のようにコリンに落ちるのだ。敵は任せます。コンラッド様、そうそう。分かっている。何としてもこのコリンの町は守り抜く。ナイトマスターの名にかけて。シュー、無事に戻ってこいよ。コンラッドさんもね。ゾラ、本気でこのまま突入する気か。ああ、そうだ。しかしまだ。私の心配なら無用だ。すでにキラーバットのパワーアップは終えている。それともう一つ、みんなに話しておかねばならないことがある。七人目の光の戦士についてだ。七人目の戦士、その正体はネネだ。そんなバカな。ネネが？マロ
なんで光の戦士の末裔がこんなひどいことするんだよ。そうよ、光の戦士はこの世界を救った英雄のはずでしょ。光陰大戦は過去の史実、その末裔が同じ人格を持っているわけではないことは君たちが身をもって知っているはずだ。今の君たちは前回ネネと戦った時とは別人だ。歴史はすでに新たな段階へと移行している。度重なるネネの蛮行、今こそ終止符を打つ時だ。よし、行くぞ。で、ロギは何て言っているの？いるの、いるの。変わりありません。鋭意出撃準備中とのことです。ロギのやつ、まあいいわ。戦況は第一から第四影黒二式部隊、それぞれ敵地上勢力と交戦中。進行率現在 24%。 ゾラたちは不明です。いや、待ってください。ん？コリンより近づいてくるものがあります。何ですって？モニター出ます。最大望遠。ゾラ、ねえリコちゃん、なんでやつあれが、私たち本当にパワーアップしているのかしら。してますとも。どんなパワーアップ？さあみんな序章だ。要塞の上へと回り込む。了解。落とせ、何としても落とすんだ。これ以上カレオンに近づけさせるな。抜けた。やはり思った通りだ。この要塞は上からの攻撃をあまり想定していないようだな。よっしゃ、行くぜ。シューに続け。入り口は？そんなの必要ない。え？ブルードラゴン！結構過激もあるな。さすがシュー。さあ、行こう。敵、ガレオン内部へ侵入。エスフィールドを移動中。ザボ、相手をしてあげなさい。なさいなさい。おお、しかし確かエスフィールドには面白いものがあったわよね。面白い面白い。面白いもの？お、なるほど、了解いたしました。ここは行き止まり。罠か。どんなやつだろうと相手になってやる。カギクロ三式かい。起動。カギクロ三式多すぎまる。こんなやつらミノタウロス。今までの影黒だとは思うなよ。これは
よくもやってくれたな。今日はたっぷり礼をしてやるからな。お前と戦っている暇はない。俺たちはネネを倒しに来たんだ。ネネはどこだ。その言葉、この影黒三色会を倒してから言ってもらおうか。何度やっても同じことだ。三色会は無敵、無敵、大無敵なのだ。これではキリがない。ここは私に任せて。受け、こんな時こそ私とヒポちゃんの出番よ。え、そうなんでやんすか。そう、みんなが困ってる今こそ私たちが活躍するの。あ、どうやって。わかんの。え、けど私たちだってパワーアップしてるんだからなんとかなる。いや、なんとかならないと思うんですけど。いいからやるの。でもどうなっても知らないでやすよ。なんか力が湧いてきたような気がする。いって、ヒポちゃん。おーれやー、我ながらかっこいいかも。なんかお嬢ちゃんは下がってな。俺たちに任せとけ。何度でもやってやる。復活できないほど粉々のベロンベロンにしてやるマロ。やめておけ。それほど甘いものではない。じゃあどうするマロ。敵は無敵だと言っているが、この世に無敵なんてものが本当にあると思うか。仕掛けがあるということか。おそらくな。どんな仕掛けなんだよ。気づかない。奴らが修復をする前に必ず何かを散布しているような音が聞こえる。そうなのか。うん、つまりどういうことなんだよ。ナノマシン。ナノマシン。ナノマシンとは目に見えないほどの小さな機械のことだ。おそらくそれがこの空間に散布され、異常なまでの修復機能を補助しているのだ。それで何度も蘇ってくるのか。なるほど。ということは、まずはナノマシン発生装置と壁面の破壊。やってみる価値はある。了解だ。よし、行くぞ。やっぱり私たち何も変わってないのかな。姉子、何？といいお話が。ラスティーナイアス。デスティンガー。リターンオブプレス。Oh!
この影黒三色界のからくりを見抜いたことは褒めてやる。だがな、ナノマシンっていうのは目に見えないほどの小さなロボットだ。どんな隙間でもすり抜け、装置を破壊したぐらいじゃナノマシンは止められない。痛くも痒くもないんだよ。ザボめだとすると、三色を操るザボを直接叩くしかないようだな。でもどうやって、ザボがどこにいるのかもわからないわ。私に任せて。こんな時こそ私とヒポちゃんの出番よ。おいブーケ、まだ懲りないのか。そうじゃないのよ、私にしかできないから言ってるの。ブーケ、お願い、ゾラ、私にやらせて。わかった、だったら俺も一緒に。うん、みんなはここでザボの目を引きつけておいて。了解した、任せたぞブーケ。はい。ブーケ大丈夫なのか。三色剣ボサッとしてないで攻撃攻撃。我々はここで奴らを全滅させる。いいな。私たちのパワーアップした力を試してみる。暇だな、ここまで敵は来ねえよ。何を。そんなところでサボってていいの。侵入者だ、待て。ニネ様、ザボはどこ。すぐに確認いたします。ニネ様、恐れながら現在我々は侵入者を追いここへ来たんですが、見ませんでしたでしょうか。胸のでかい頭の悪そうな女だったのですが。何ですって。え、あ、いいえ、こっちの話よ。おふん、それよりザボの居場所よ。ああ、エースフィールド第三区画コントロールルームにて作戦指揮を取っているようです。エースフィールド、割といいところよね。でも一応案内してちょうだい。それと、あんたは首よ。そんな。無駄無駄、奴らが力を使い果たすのも時間の問題だな。ゾウ様、邪魔をするな、俺は今忙しい。ネネ様をご案内いたしました。ネネ様、ご覧の通り奴らはすでに風前の灯火、勝利はすぐ目の前でございます。え、本当に、それってヤバ。あ、いやいや、こっちの話。ご苦労様、あんたは下がってていいわよ。ネネ様、ここにいらしたのは最後のとどめを自ら刺すためでございますか。いいえ。では奴らの最後を近くで見届けるためで。それも違うわ。ではなんで。それはね、それはあなたを倒すためよ。ああ、お前は。なんで、どうして、ヒポちゃん、アネゴ、ボボン、ヒポタナ、カーバルルル、カメクロ三色界になれ。アネゴ、行くわよ、ヒポちゃん。へい。あったりだな。確かお前は変身能力はあるが、戦闘能力はからっきしだったはずだ。そんなお前がこの俺様に勝てるわけがなかろう。それはどうかしら。なに、あっしらだってパワーアップしたことを忘れてるんじゃないですかい。
さっきヒポちゃんが教えてくれた私たちの新しい能力、それはコピー能力でやんす。コピー能力？覚えてる？さっき私たちの受けた攻撃、今までは姿形を真似るだけでやんしたが、これからは受けた攻撃をそのままコピーして使うことができるんですぜ。まさか。そのまさか。来やすい。三式ビーム発射。いこう。やったな、ブーケ。それはいいんだけど。お？顔がどこだか分かんないから迎えに来て。はあ。こっちだ。急げ。ここ見たよ。グループ、ネネのいる場所が分かるか。やってみる。研究を続けてきたネネはキメラを大量発動させるのだった。愚か、いいか、地面に影の映ったキメラが本物だ。え、でも全部影がないけど。そりゃキメラ自体が影だからな。え、ちょっと待って、ゾラ行くぞ。おお。次回ブルードラゴン決戦空中要塞。この番組はコナミ XBOX360 とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。